人だからクイズだからウーガンスープも審査できるか。いや違う、毎回うちのカードゲーム遊んでくれてる人の考え方。そうだそうか。ユウです。エディです。古川です。最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。あ、間違えました、はい、いつものね、はい、クイズだから視聴者のウーガンスープ審査できるかっていう企画。あ、よかった。あ、すいません、間違えました。急遽違うやつ始まったので視聴者入ってくるじゃない。そしたら参加型のなはい、ということで今週も視聴者さんから送られてきたウミガメのスープを5分以内に取ってください、うん、おー、そっちやってよかった。頑張るぜ。逆じゃなくてよかった、ね、よかったぜ。ウミガメのスープとは、出題された不可解な状況に対し回答者がイエス、ノーで答えられる質問を投げかけて状況を絞っていくゲームです。最終的に出題者が想定した真相を突き止めることができればクリアとなります。では本日第1問、はい、1不老不死さんからいただいて本題です。羨ましいな。いや、逆に彼は本当にそれで幸せなのだろうか。超能力という問題です。なんか本当にもう寄り切ってるな、ね、でもな、もう寄り切ってだよ。魔法が出てきます。この後、あ、現実の話ですか。ちょっと必須そうだな。男はメッセージを読むことなく相手に返信した。一体どういうことだろう。返信っていうのは、なんかスマホとかの電子的なものを使ってやってますか。いいえ。じゃあなんか紙に書いて返信しますか。はい、うん、手紙を返信した。はい、はがきじゃなくて手紙かな。はい、なるほど。男は人間ですか。いいえ。はい、男はヤギで手紙を食べてしまったので、さっきの手紙の内容は何ですかと返信を送った。シェフ、素晴らしいね。いや、早い早い、これは早い。はい、男はヤギさん郵便の黒ヤギさん、読まずに食べた上で仕方がないのでお手紙を書いたのだったという問題でした。あー、素晴らしい。今の時代だとやっぱりその手紙で書いて送るってことあんまりないから。そうだね、わかるよ。やっぱなんかのお話とかそういう系かなと。あー、早っ、ね、もう見つけてるわ。ヤーさんが見つけちゃったわ。ヤーさんです。見逃さないぞ。手紙だって言ってたよ、うん、物語か同様じゃねえのかってなっちゃった。はい、時間は24秒。よっしゃー、嬉しい。うん、不老不死さん、ありがとうございます。じゃあ本日第2問。うい、2ギッツ、ギッギッ、あのギッさんから送られてきた問題なんで。そうなの？ひらがなでギッって書いてある。ギッさんか。冒険の書という問題です。はい。ドラクエの。そうね。うん、まあ、冒険の書を記録しますかみたいなやつだよね。はい、毎回ね、消えてしまうやつ。うん。でん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 。トラウマだ。怖いよね。当てもなく同じような道を進み続ける3人。地図はもはや役には立たない。絶望の中、一人が空だと指差した。他の二人も見上げると求めていた光が差している。長い旅の終わりを悟り、三人は喜んだが、ここからが始まりだという。一体どういうこと。そうだな、そうだな。空だっていうのは、スカイの意味の空。いいえ。おし、空っていう字。はい、おい、これはその今の2021年の日本で成り立ったんですか。はい、うん、地図はもはや役に立たないと言ったけど、過去には役に立ったことがある、この3人にとって。あ、あります。うん、ゲームしてる。いいえ。うん、じゃあなんか外の道を歩いてると思っていい。いいえ。うん、見上げるとって言ってたけど、その空という字は上にあったの。はい、3人は立ってる。いいえ。座ってる。はい、乗り物乗ってる。はい、電車に乗ってる。いいえ。自動車に乗ってる。はい、指差した人って運転手。違います。助手席に座ってる人。はい、その目的地っていうのははっきり決まってるんですか。いいえ。空港関係ある。いいえ。その空っていう文字が何かに書いてあったってことですか。はい。なんか看板ですか。はい。標識じゃない。標識といっても差し支えない、看板って言っても。その空っていうのは空とだけ書いてあった。いいえ。地名関係ある。いいえ。
なんか数字が書いてある。ないと思います。トンネル関係ある。いいえ。高速道路関係ある。いいえ。朝昼夜関係ある。ないと思います。その求めていた光ってのは日光のことですか。いいえ。なんだ。とその空っていうのは、ネオンサインとか電子掲示板みたいなやつで表示されてる。はい。分かった。なるほど。はい。了解。3人は自動車に乗って立体駐車場に入った。で、空いてるスペースを探してぐるぐる回っていたが、1人が、この階には空きがあるという電光表示を見つけて指さした。で、実際駐車することができたが、駐車するのが目的ではなく車を止めてから本当の目的が始まるので、ここからが始まりだと思った。正解。わあ、なるほどね。空じゃないんだよ。空です。これは外国人か子供の可能性があります。はいはいはい。満車の駐車場をぐるぐる回る家族さんに、カーナビはもはや必要ないが車を止められない、そんな中子供が、空車を意味する空に気づき指さす。空きスペースを示す緑のランプもついている、やっと車を止められるとパパは安心したのだった。さあ今日はたくさん遊ぶぞという問題でした。平和平和。いやー、俺はもうめちゃくちゃ塗ってる問題でしたね。めちゃくちゃ塗ってたね。なんか地図はもはや役には立たないとかね。なんかカーナビってことだったのね。当てもないっていうのはその空く当てもないっていう意味だったんだね。行く当てもじゃなくて。うまいこと言うもんだね。いや、違反手前くらいの塗り方ね。上手だから成り立ったけど、はいはい、これね、あんまりお得意じゃない人がやるとめちゃくちゃになっちゃうのをすごい技術で一個にきれいにまとめてね、バランスよくまとめていましたね。すごかったわ。時間は2分7秒。なんかもっと手こずった感覚はあったけどね。うん、意外と序盤が良かったかな。はい、皆さん、名前がそぎ落としたんだ。名前は塗らないからね。では本日第3問。あらす、ゆずさんからの問題。はいはいはい。ゆずさん、果実食う女も好き好きという問題です。食べ食う虫も好き好きみたいな感じで、果実食う女も好き好き。ああ、またなんか聞かないと分かんない、また変わったタイトルですけども、フルーツを持ち歩いている女、美味しそうなフルーツがたくさんあるにもかかわらず、女は食べかけのフルーツを見つめていた。一体どういうことか。そのフルーツっていうのは果物の方で言ってます。はい。じゃ果物って言い換えれる全部。はい。ああ、そうなの。何の果物かは決まってる。決まってるものもあります。その食べかけのフルーツってのは何か決まってる。はい。それはみかん科のものですか。あ、いいえ。バラ科ですか。はい。リンゴ。はい。おー、なんか物語関係あります。物語は関係ないです、ね、じゃあなんかの歌関係あります、ね、関係ないです。なんか企業のアップルなんてやりますか。はい、はいはいはい。あー、アップルのマークがね、かじられたリンゴですから。いや、美味しそうなフルーツは。じゃあこのフルーツは全部リンゴって考えていいの。でも成り立ちますよ。違うのでもいいんだ。少なくとも、食べかけのフルーツは、そのリンゴ。リンゴじゃなきゃダメだよ、ね。はい、はい。最初と2番目のフルーツっていうのは実際の果物のことを言ってんのか。はい、そうです。なんでこんな状況になってるんでしょう。フルーツを持ち歩いているってのはね。そうだね。そのフルーツっていうのは買ったもの。いいえ。女はその何種類ものフルーツを持ち歩いてるんですか。そう思った方がいいですね。じゃあ売ってるのそれを。いいえ。じゃあ収穫したの。いいえ。料理関係ある。いいえ。その場所はどっかのお店ですか。いいえ。食べかけのフルーツがアップル製品だということでいいですか。それは OK。なんかアップル製品って何か決まってます。まあ、決まってはいます。iPhone ですか。 iPhone です、写真を撮ろうとしてる。いいえ。見つめてたってことは、手に持ってた iPhone を。はい。フルーツも持ってる。そうです。じゃあフルーツも iPhone も持ってるんだ。
そうです。で、あいフルーツ持ってるのってなんかカゴに入れて持ってるって思っていい？いいですよ。まあ、そのじゃあ iPhone で何かを見てたってことですよ、女は。そうですね、iPhone の画面を見ていた、うん、はい、それは LINE とかメールとかしてました？この時はしてないですね。なんかのウェブサイトを見てた？いいえ。なんだ。じゃあ女は、スマホで映像を見ていた？映像と言えますね。動画と言える？いいえ。なんかビデオ通話とかしてた？してません。3分経過。カメラモード起動してる？してません。映像と言えるんだよね。映像っていうよりは画像っていう感じですか？まあ、画像が一番しっくりしますね。なんかの画像は iPhone で見た。それは写真に撮ったの？いいえ。じゃあ、描かれた絵？まあ、そうですね。その絵はフルーツ関係ある？はい。なんか、その手に持ったフルーツなんか比べようとしてる？いいえ。あれだけのフルーツじゃ、でも iPhone の違います。あ、 iPhone そのものではないです。あ、そうなの。それって食べかけのやつ、この中で見てるやつってアップルのマークみたいな。そうです。なるほど。じゃあアップルのマークが出てくる画面が何かあるんだ。じゃあそれはスマホを起動した？はい。なるほどね。フルーツを持ち歩いてるのも関係ある、そこを詰めなきゃいけないの。電源が落ちた？いいえ。再起動した？再起動ってあんまり言わないと思う。じゃあ初めて起動した？初めてではないです。なんか充電が切れたりした？いいえ。電源切ってたのを、入れた？はい。飛行機乗ってた？いいえ。映画とかあるんですか？いいえ。電源切らなきゃいけない場所にいた？はい。残り30秒です。その場所はフルーツ関係ある場所？いいえ。病院？はい。お見舞いに行ってた？わかった。はい。女性は入院しててお見舞いでもらったフルーツを持って退院した。病院にいたから電源を切っていたが、電源をつけた。正解！危ねえ。いやいやいや、危ねえ。嬉しい。すごい。危ねえ。むずい。むずい。むずい。ねえ、いや、 iPhone だってつけてるのかなり早かった。むずい。それでもここまでいく。あの時の人間が iPhone そのまま飲むわけないんですよ。はいはい。まあなんかね、言い換えにしては強引だなと思ったけど、そうか、そこは本当にそれを見てたんだな。マークを。はい。入院していた女は退院の日を迎えた。入院中にお見舞いでもらったフルーツを持って病院を出た女は、奥にしていた携帯の電源を入れた。携帯の画面にはアップルマークが表示されていたという問題でした。最後にようやく繋がったね。いや、でもそれよくできてんな。入院からの退院をたくさんのフルーツを持つって表現したんでしょう。なるほど。でも分かるよね、差し入れお見舞いで果物持ってきて、それ持って帰るのに隊員が浮かんだもん、ちゃんと。つながるよね。はいはいはい。すげえな。起動画面にそのマークが出るんですね。あ、ちょっと、そう、僕そのアンドロイドユーザーなんで、そこが分かんなかった。そうかそうか、よかった。俺なんかこの間ね、iPhone が不具合を起こして、はい、3分に1回再起動するって。あ、じゃあずっとそのタイミングずっと見てて、またリンゴだった。はいはい。あーよかった、あんなことになっても何もいいことないってことか。今日ついにプラスになったか。いいことか。時間はギリギリ4分45秒。あー危ない。もう本当に、まあ4分は5分なんだね。まあ5分だね。もう5分2秒です。5分2秒だったね。ほぼ5分2秒だったよ今日。危なかった。よかった、嬉しいよ。ゆずさん、ありがとうございました。いやー、弱い。あー、よかった、本当に。これは激化、いけると思ったんだけどな。じゃあ、本日、ラストクーカルグーパーからパーもいた。あ、4? 4から4。まだ、ここはね、敵対勢力にならない。いずれ、チョキからチョキやパーからパーを発生する。思い出ガエルさんにいただいた問題。はい。いい名前。未解決問題。おお、なんだろう、まあ、数学とかでね、よく言いますけど、ね、そうだね。リーマン予想だった。ああ、いいね。部長に昇進するんじゃないかと思っていた男はみたいな。リーマン予想だった。未解決問題ですか？と聞かれたなぜみたいな。リーマン予想だと思ったから。これだ。これだ。じゃあ、線をつなげた結果点になった。一体どういうことだろうか。ほう。
点数になった。はい。なんかスポーツしてます。はい。球技ですか。はい。野球。はい。はい。打点がつながったので大量得点になった。シュート。いいよ。なるほど、はい、野球で打線がつながり得点した。なるほどね。うまいこと言うね。やっぱりなんか野球くらい昔から愛されてるスポーツになるとこう言い回しもなんかね当たり前になってるけど打線って言ってたんだね、うん、なんていうか線だと思ってたんだけど、はいはい、未解決問題。線と点、これが線と点。いやーすごいこと言うな。線つないで点になってるんだもん、はい、解決できない。できないですね。これ絶対できない。できない。時間は14秒。よっしゃー、嬉しい。桃色ガエルさん、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー本日惜しいとこまで行ったんだけどなー。あー怖い怖い。4問やって4問正解。嬉しい。いやー惜しいとこまで行った、うん、まあね、最後は瞬殺でスキル終わりだし ね。いや本当ということでですね、まだまだ問題の方募集しておりますので、うん、概要欄にあるリコの Twitter の DM の方までですね、オリジナルの問題をお送りください。そしてはい、カプリチョからこちら、ウミガメのスープカードゲーム1,2,3とクイズ式ダイエットでございます。はい、ということで、まあ、全国のね本当にあの玩具店にも広く置かれるようになってて、はい、嬉しいなっていう限りでございますね、うん、まだ遊んでないよ、読んでないよっていう方はぜひ516-51遊びの方よろしくお願いします。51遊び。はい、以上本日のカプリティブでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。